探索を再開しようか。あれはシャドウ。ジョーカー、どうする？正体を見せろ。とんでもねえ奴らだ。お見通しだ。こっち目を。容赦しない。ごめん、ご爪お願い。弱点なし、強いわね。粘土属性も効かないわよ。ペルソナ、これもまた私。強い相手ね。弱点は電撃よ。強敵だけど弱点を的確につけば水で終わりだ。みんな、アイテムゲット。お疲れ様。さて、あっという間だな。暇すぎて眠くなる。こっちね。行くぞ。しょ、やばいよ。祝福属性攻撃で一気に倒しましょう。ベルトだ。これでどう？引くなら。炎が。やんだ。ジョーカーダウン。やられる前に大技できないか？どうした？ビビってんのか？
ません。私たち最強タッグの出番よ。よっと、よっしゃ。行くわよ。オッケー。あー、やっと。派手に決めるよ。準備はいい？もちろん。注目。これで揃え。決まったね。少しやりすぎかしら。フィニッシュだったな。行け。お前らしつこいの。そこまでしてわしの玉が取りたいか。どこの組だもんじゃ。組？組って人形的なあれじゃねえ。処理って決してぽいみたいな。やばい、本物。指導のやつ、裏社会とべったりか。お墨付きをもらうにはどうすればいいの？おい、わしゃ忙しいんじゃ。おめごとのもみ消しや愛人家の後始末でな。用があるならいい。紹介状だ。なぜお前らにやらなあかんのじゃ。ですよね。実は入れ墨のデザインを提案しに来ました。入れ墨？彼絵がうまい画家なんです。どういうことだ。入れ墨のデザインなどする気はないぞ。ユウスケならやれるかなって。何を揉めとる。見せてみろ。嘘なら勝利させてもらうが。ユースケ描けって。絵は絵だろ。では俺が描くものを決めていいですかね。ダメだ。わしに似合う神々しい鳳を描け。それ以外は認めん。鳳凰好みじゃないんだか。言い訳か。口だけの自称画家が。そんなもん吐いて捨てるほどおるわ。口だけではない。どんなものでも書いてみせる。紙と筆を。できた。おい、これ入れ墨の絵じゃねえ。怪物？語弧がすごいけど。芸術爆発だね。俺にとっての鳳凰はこれだ。こりゃダメだろう。斬新じゃ。気に入った。ありがとうございます。うまくいったっぽいね。では紹介状を。条件がある。小僧、わしのお抱え彫り師になれや。スカウト？断る。ならば紹介状は渡せん。
俺の絵の道は俺自身で決める。もう誰の世話にもならん。分かったら紹介状を出せ。出さぬのなら奪い取るぞ。法王など到底似合わぬドバトからな。ほんどりゃ処理じゃ。あら咲いて私引きずり出すら。結局やんのかよ。
射台選手。
頂いていく。ここはこれね。マジごめん。いつでも行けるよ。行くわよ。オッケー。やっと派手に決めるよ。準備はいい？もちろん。注目。これで揃え。決まったね。少しやりすぎかしら。豪華なフィニッシュだったな。やっちゃっていいの？これの出番？ありがとうね。
よし、レベルアップ。なになに、新技？ふっはっはっは、強いの小僧ども、気に入った。その気骨見上げたもんじゃ。よかろう、わしのお墨付きをくれてやる。船内で暴れ回ったこと、本来ならば処理の対象じゃが、まあ必要なかろう。見逃すということか。はっ、お前らみたいな強者に入り込まれるとは。この船、先は長くあるまいて。大さんじゃ、船長はいい雇い主じゃったが、真珠はごめんこむるわい。達者でな、若いの。認知上の人物としては意外だな。政治家は日陰の人脈とは親しくならない。きっと現実でも金銭だけのつながりなのよ。そうに違いない。やっと5つ揃った。これで本会議場に入るんだっけ？ええ、そこにおそらくお宝が。紹介状集めで他の場所はほとんど回ったから間違いないと思う。絶対お宝奪ってやる。分かってると思うけど、今回の予告状は今までとは重みが違う。予告を出せば死んだはずのジョーカーが生きていたって相手に知れる。背水の陣よ。負ければ今度こそ俺たちの人生も終わりだろうな。そんなの嫌よね。足りめえだぜ。決まりだな。問題はどこにどうやって出すかだけど。どうせ出すなら最高に派手にやろう。凝ったトリックも全部この時のためだったんだし。というか実際派手にやらないと小さなリークじゃ握りつぶされる。今回は手紙にこだわらなくていいのかも。ついに私の出番来たな。これどうしたの？なんでもない。まあ長いしてまで考えることじゃない。一旦戻ろう。よし、